んにちは、ゆうです。今日はこの可愛らしい1965年式のワーゲンバスと一緒に福井県の九頭竜というところにやってきました。後ろ5席の前2席、7人乗りです。すごい。そしてまあ注目、私的にビビッときたのはこの内外装のカラーリングです。すごくセンスよくキャメルのレザーシートにボディがこう深緑色の緑に合わせて緑色に塗られているっていう細かいところまでやられています。操作は最初はとっつきにくい感じで大変ですね。重いクラッチ、重いステアリング、重いフィーリングのシフトレバーになかなか癖はありますけども、でもちょっとねこの辺周り走ったらねもうすぐ慣れました。あ、そんな難しいことではないですね。慣れの問題ですね。で、運転席座ってみると、もちろんクラッチあるんで3ペダルなんですけど、クラッチがねすごい個性的でね、この辺で踏もうとするとつま先がね前のボディに直撃しちゃうんで、つま先でギュッと踏むっていう感じ。大きい靴の人は気をつけましょう。で、ブレーキはね、なんだろう、ムニュムニュって最後行くの、感触的にムニュムニュってゴムの上を踏んでるような感じで、まあそんなもんかなっていう、私も旧車乗ってるんでまあこんなもんかなって思いました。で、アクセルはちゃんとした大きいペダルになっていて、結構踏み応えっていうか踏む面積が大きくてね、安定して踏めました。はい。で、シフトレバーがこんなに長い、50センチぐらいあろうかという長いものです。でもこんぐらいないと届かないね。で、1速、2速、3速、4速のリバースが押して入ってないな、押してここです。ここまで来るから右膝のほんとここまでね来るのよ。右足は控えてるっていう感じ。独特。サイドブレーキがこっちです。これも結構長いですね。結構ね奥の方にあるからね、かがんでこう解除するって感じですね。ね、今気づいたけどアクセルとかこのブレーキのところ穴開いてない？地面が見えます。すごい。ヒーターだね。あ、隠れてた。隠すこともできるんだね、こういう風に閉じて。で、向きも変えられる。あ、ここで変えるのか。軽はいいですね。おしゃれですね。タバコね。で、そう、ここがね、2つに分かれてるなんて車珍しいですよね。そういえばと思って。なんか、こう、折れてるんだね。ここを起点にこう、三角形になっている、そういうダッシュボードです。長い二等辺三角形で、一個一個の窓をこう小さくすることによって、少しコストを抑えたのかもしれないと、私は思いました。で、この辺なんだろうね、矢印ダクト。あ、そうだ、これでライトとかつくのかな、もしかしたら。どうやら真ん中ともう一個ぐらい段階があって、で、ローハイとかなのかな。こっちにもあるんだよね。あ、これはワイパーだ。かわいい。ゆっくり。かわいいです。すごい、じゃじゃーん。こんだけ開くとなんか夢があるね。お店とかできそう。お花とか売るとか、コーヒー入れるとか、なんかいいね。いらっしゃいませーってなんか、これ？お、運転席から出てきました。このおしゃれな鍵みたいな棒を後ろのこの穴に入れるそうです。エンジンも綺麗ですね。
こんな感じなんだ。なんか全てが可愛いね。トイレに行きたいなって思ったら、キャンプ場が隣なんですけど、ここの旅館のトイレが使えるので、女性キャンパーたちにすごく好評だそうです。すごい絵がある。この奥にお手洗いがあります。この施設お風呂もあるので、キャンパーの人お風呂ここ利用してもいいそうですよ。サイトだけど、この辺はオープンスペースでバーベキューしたりいろいろです。ジムニースタイルの雑誌の表紙になってる。本当に山の中にこう車とテントを並べてキャンプができる。車のそばにこうテント張れるっていうシチュエーション、そういう写真を撮りたい人にもすごくいいとこだと思いますね。アミちゃんで行きたいな。すごいね。射的初めてやります。どうやるんですか？決めた後これをガッチャンって言うまでやってもらって、目がけ狙ってこれパンで打つだけ。こんな感じ。なるほど。ますので、はい、なるほどね。狙ったものを宣言して打つ感じがいいですかね。狙い通り。おめでとうございます。ありがとうございます。やった、ぬいぐるみ恐竜。ミックス飴をください。ちょっと溶けてから。
食べるといいと思います、はい、まだ今が凍ってるので、ま、少し溶けてから食べるといいと思います、はい、じゃん、お、そろそろ溶けたかな。いただきます。あ、なんか細かい。あ、でも美味しい。シャーベットっぽくて美味しいです。エスポットケヤキに登ります。だいぶ高いところまで来ました。2メーターぐらいですかね。2メーターぐらいですね。ぐらい上がりました。だいぶでもない。もう ちょっと待ってよ、はい、SR で右足鍛えておいてよかったって思いました。すごい、いつでも食べれる状態。あ、もういつでも。スタンバイ。よかったらどうですか。え、食べたいですね。指さしてもらえば取りますよ。イワナです。両焼きになってます。いただきます。うん、おいしい。身が結構大きいね。やっぱふわふわしてて食べ応えあります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。サービスです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おろしそばかける天ぷら、まいたけ天ぷら、めっちゃいいです。美味しいです。